さあ、オープンしたばかりの福岡大名ガーデンシティ、話題のスポットですよね。そこにその名もザ・クラフト、クラフトビールのお店も入ってるんです。そうなんだ。ここ、はい、先週木曜日にオープンしたばかりの福岡大名ガーデンシティビオスクエア、その1階に関東で数々の人気レストランを手掛けるヒュージがクラフトビールのお店ザ・クラフトをオープンしました。直訳すると手作りっていうところになると思うんですけど、私たちがこう定義しているクラフトっていうのは大量生産ではなくて、作り方とかっていうのにこだわったものとしています。なので今回もこのお店だけに作ったクラフトビールもご用意しております。クラフトビールって来てるんですか？はい、いや来てますね来てる。はい、こちらは先週金曜日の夜の営業、予約がないと入れないほど多くのお客さんがクラフトビールで喉を潤していました。今いろんなところにクラフトビール屋さんできてるんですよね。で結構そういうところにちょいちょい行ってるんですけど、やっぱりオープンしたてってことでちょっと美味しいビール飲みたいなと思って。魅力は何ですか？魅力、うん、個性、うん、なんかこう飲みやすいとかいろいろ質問してもなんかこう自分に合ったものをちゃんと勧めてくれたりもするので、うん、多分味わって飲んでますね。お店のオープンのために開発したというザ・クラフトウエストコースト IPA、 最高ですね。そのお味は？こんな並々ついてくださって、ああ、香りはグレープフルーツのような香りなんですけれども、はい、しっかりとしたビールの苦味パンチがありますね。そうですよね。飲んだ後のこう、はい、すっきり感っていうのがすごいですね、はい、そうですね。おつまみにと紹介されたのは骨付きもも肉のフライドチキン。クラフトビールとの相性は言うまでもなく、ワイルドな合いそうですね。ホテルオークラの地下1階、その名もオークラブルワリー。店内の醸造所で作る新鮮なクラフトビールを味わえるビアレストランです。こちらでは今月1日からあるサービスを開始しました。ビールサブスクリプションを開始いたしまして、はい、こちらで1日1杯こちらの作りたての博多ドラフトクラフトビールを飲めるというサービスを開始いたしました。ビールのサブスク？はい、入会していただきますと1日1杯1ヶ月飲めるというそういったサービスでございます。1ヶ月おいくらですか？2500円です。通常1杯おいくらですか？1杯が1149円でございます。はらららららサブスクで飲めるクラフトビールは現在6種類、レギュラーメニューの4種類と季節限定の2種類から選ぶことができます。僕ちょっとこれに非常に興味があります。こちらシェーンアルトでございます。シェーンアルト、あー味わい深い、すっごいビールに本当しっかり味がある感じ。ありがとうございます。あとちょっとした香ばしさありますよね。そうですね、深みがございます。うわ、サブスク会員限定のメニューも。クラフトビールに合うおつまみを一皿500円で味わうことができます。コロナ禍においてビールをあまり販売できない、まあ、売れない時期がございまして、コロナが収まりつつある現在におきまして、クラフトビールを召し上がっていただきたいという作り手の気持ちを反映して販売を始めました。去年12月、岡垣町にオープンしたのが福岡クラフトブルーイング。こちらはどんなお店になるんですか？裏の工場で作ったものをここのお店で提供しているビールのお店になります。裏が工場って言いましたよね。はい、この後ろの壁面にですね、あのサーバーの、ここから出てきますビールが。すごい今すぐ引きたい。作りたてのクラフトビール、飲み比べのセットもありますのでお好みの味を探すことができます。さらに
飲み比べられるのありがたい。うわー、まあカラフル、これ相当な数ありますよ。そうですね、もう毎週だいたい発売をしてるので、どん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 1種類2種類は増えていってます。すごい、クラフトビールを毎週発売してるってすごくないですか。この日店頭に並んでいたのはなんと20種類。ポップな缶のデザインも人気の一つなんだとか。特別に中に入らせていただきましたけれども、大きなタンクが何台も並んでいるんですね。あー、いらっしゃった、すいません。あー、こんにちは。こんにちは。ビール作りを任されているブルワーのデイビッドさん、なぜこんなにも多くのクラフトビールを作っているのか聞いてみると。ビールは苦手という方が多いんじゃないですか。で、その方に対して、じゃあこのビールはいつものビールと苦くない、いつものビールと違ってフルーツの味がする、そのビールをその方に紹介したい。いつもの同じ客層に紹介するんじゃなくて、幅広い客層に紹介したいので、マーケットが逆に広くなるんですよね、うん、たくさん違うビールありますよと皆さんに知ってもらいたいし、で、九州では福岡ではこういう美味しいビールが地元で作れてますよともアピールしたいし、うん、それでたくさん種類を出してます。